目、できる限り大会見てくださいね。さあルーザーズの、2回戦、ウィナーズから落ちてきたユースライさんと1号機。さあかなり丁寧系のじっくり系のイッチさん、対するはまあかなり、厳しいブロックだったように記憶してますが、上がってきた、ルーザーズから、ウィナーズでね勝ち残って、ウィナーズ1回戦負けちゃいましたけど、ドキドキ戦かなりいい勝負しました、ユースライさん。さあ序盤は1号機、さあ半分時間が経って号機がほぼ無傷、じっくりじわりじわりダメージを削られているのがユースライさん。号機の連戦なら時の号機とちょっと違うタイプでしょう、イッティさんは。かなり残酷でじっくり系の号機。さあセミ爆捨て残り25。さあチュンリーは体力を取りに行かなければいけない、前に出なきゃいけない、大足がかかって、さあ体力はどっちだ。さあまくった、まくるとチュンリーは逃げ始める。さあシャグレットの隙に入って残り2秒。さあ1号機が際どい戦いを1本目選手、さあルーザーズの2回戦、これが終わったらウィナーズの、2回戦に行きますよ。さあウルコンがたまると先のほどのように台足ね確定しますからね。さあ入って、さあ登りさん正面、さあユースライさん禁止です。かなりイーチリーさん気合が入ってますね。さあうまくなんとか気候の隙を縫っていきたい、投げて、さあ画面端、さあ反対側逃がしてしまった。さあ時間を使って爆捨てに刺さった、イッティさんが勝ち抜け。じゃあルーザーズの2回戦が終了したので1対進行になって、ウィナーズの2回戦入っていきます。はい、ウィナーズの2回戦